頼政神社は、茨城県小賀市西木町にある神社。旧社各は村社である。元は、小賀城南端の立先ぐるわにあったが、渡瀬川の河川改修工事のため、大正元年に小賀城北端の現在地に移転された。祭神は、現山民頼政である。小賀市、元我が志に引用されている、頼政神社演技によれば、自称四年の持ち人をの挙兵において、 源の頼政が兵士に敗れて平等院、法王堂にて自害した後、従者が頼政の首を追いに入れて持ち帰ったところ、下佐国葛鹿軍小賀の立崎で、追いが急に岩のように重くなったため、この地に塚を設けて祀ったとされる。この時の従者は、本演技では、井の早太志あるいは、下神戸総三郎とされているが、該当する実存の人物は特定されていない。なお、 影響期にも同様の記述があり、住者名が下神戸三郎行基地とされている。一方、下付小山市の菩提寺、天根尾院にある小山市警府には、下神戸幸吉が頼政の首を葬ったとある。同様に、頼政の首を葬ったとする伝承は、茨城県龍ヶ崎市の頼政神社にもある。 伝承の正確さはよくわからないが、かつての古川は、下神戸市の拠点であり、下神戸市は、源の頼政の老頭であった。龍ヶ崎地方の在地領主であった龍崎市も、下神戸市の流れであった。神社としての創建については、江戸時代の遠方5年、小賀城主の土井利が、木内鎮護の神としたことを起源とする解説がある。しかし、もう一方では、 元六九年に、城主の松平信てるが、城内に、大河内氏の園祖よりまさが祀られていることを知り、神社として整備したことを起源とする説もある。この時、信てるの弟輝帝は、大道路を寄進するとともに、巨城の高崎城内にも、よりまさ者を誕生した。また、信てるの長男新宿が、三河国吉田藩へ、国替えとなった時、誕生して、 豊ヨ神社を建立した。当時は城内にあったため、一般庶民は年に一度の祭礼の日に参拝が許された。明治になり城が廃された後、大正年間には渡良瀬川の洪水対策を目的として、大規模な河川改修工事が行われ、社殿があった小賀城、よりまさぐるわも本丸、二の丸等の中心部と共に作兵されて、河川敷に変わった。 この時跡地から小規模な古墳が発見されている。当時のよりまさぐるわの位置は、現在の渡ら瀬川東岸、新三国橋周辺に相当する。大正元年、河川改修工事により、古賀城北西端の土塁上に移されて、現在に至っている。1点後は、旧古賀町の西部8が、町の鎮守となった。祭礼は5月5日に行われている。かつては、 よりまさじじんの旧5月26日であった。現在の社殿は、古賀城北西端の観音寺狂ドルイ上に建てられている。この土塁は、わずかに残された古賀城以降の一つでもある。境内社として、よりまさ守護神の八幡宮、船戸町から移した水神社、国町から移した大鳥神社がある。ありがとうございます。